ありがこんにちは。それでは今回なんですけども、実質40%還元、コンビニで D 払いプラスイオンカードの組み合わせが今回も可能にということで、以前動画でもお伝えしたかもしれませんが、本日から1週間開催されるイオンカードのキャッシュバックキャンペーンと D 払いのキャンペーンの組み合わせプラス、注意点についてサクッとキャンペーンのおさらいを踏まえてお伝えしていこうと思います。 それでは早速こちらですね。コンビニの D 払いのアプリでのご利用で、プラス 20%D ポイント還元プラス、そしてイオンカードの最大40%キャッシュバック。今回もこちらの組み合わせは可能ということですね。まあなので D 払いに設定するクレジットカードをイオンカードにセットすれば D 払いの20%還元、そしてイオンカードの20%還元で実質最大40%の恩恵を受けることができます。まあこれは先月も思いましたが結構熱いですよね。 念のため D 払いのキャンペーンのおさらいなんですけども、アプリからのエントリーが必須で、期間は8月の31日まで、上限は5000ポイントまでで、対象のコンビニはローソン、ローソンストア100、ファミリーマート、ポプラ、生活祭か、クラッシーハウス38、ミニストップということですね。まぁツイッターとかを見てると、今回の D 払いのコンビニのキャンペーンは、 結構チケットの購入とかで利用されている方が多いみたいですね。次にイオンカードのキャッシュバックキャンペーンのおさらいもすると、丸1イオンマークのカードに新規ご入会イオンウォレットでキャンペーンご応募、この時点で利用期間中の 10%のキャッッシュバックが可能ですそして、まるさん。さらに、引き落とし口座をイオン銀行口座に設定している場合、さらに10%キャッシュバックが加わって、これで最大20%キャッシュバックが可能ということになります。ちなみに、イオンカードの8月のキャッシュバックキャンペーンは、下に書いてある通り、8月の25日から8月の31日までとなっています。そして、今回も念のためですね、イオンカード側にリーバーの組み合わせについて、念のため問い合わせをしました。そしたら、以前聞いた内容とほとんど同じで、請求が、DI D 払いとして上がってくるなら問題ないんですけども携帯電話料金のドコモとして請求が上がってきた場合は対象外になるということなのでドコモユーザーの方はイオンカードやドコモに問い合わせてみるのもいいのかなという風にも思いますで、ここからはちょっとした注意点なんですけども2つありまして1つ目は使いすぎないということですね今回の D 払いのキャンペーンはコンビニが対象なのであまり使いすぎないことをお勧めしますというのもコンビニはスーパーとかと比べると1つの商品の単価がやっぱりちょっと高いのでそこを踏まえて使うのもいいのかなという いうふうに思いますそして2つ目は対象外の項目ありということでこれはイオンカードに関することなんですがこちらを見ていただくと分かる通りキャッシュバックの対象外の項目が結構あります。なので もし D 払いにイオンカードをセットして使う場合はちょっと面倒かもしれないんですけどもそれが D 払いで決済できるかまたそれがイオンカードのキャッシュバックの対象になるかぜひ確認してみてくださいもちろんイオンカードのキャッシュバックキャンペーンについては D 払いだけではなく幅広く使えるのでしっかりご自身で確認した上で利用してみるのもいいと思いますまぁそなこんなで今回は D 払いとイオンカード40%関係についてお伝えしましたまあ念のためですね概要欄に D 払いのキャンペーンのページあとはイオンカードのキャンペーンページと対象外項目の リンクも貼っておきますのでチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました